コーヒーの木、コーヒーの木、コーヒーの木は、アカネカコーヒーの木属、コーヒー属、コフェア属に属する植物の総称で、主に栽培種、アラビカコーヒーの木とロブスタコーヒーの木などを指す。また、多数の野生種が、アフリカ大陸西部中部から、マダガスカル島と周辺諸島にかけて分布している。常緑で光沢を帯びた葉と白い花をつけ、鮮やかな赤から紫、または、 黄色の実をつける。種子からコーヒーの原料となるコーヒー豆は取れるため、商品作物として熱帯地方で大規模に栽培されるほか、観葉植物として鉢植えで利用されている。果実にカフェインを多く含み、古くから薬効を利用されていたと考えられている。また、果肉や葉にも若干含まれていて、これらも利用されることがある。発芽から3から5年で、 ジャスミンに似た香りの白い花を咲かせる。その後50から60年にわたり、コーヒーチェリーと呼ばれる果実をつける。通常、赤、または紫の角果で、黄色の品種もある。果実が成熟するまでには、約9ヶ月かかり、熟した果肉は甘く食べられるが、量がわずかなので利用されていない。果実の中には2粒の種子が向かい合わせに入っており、この部分が、 コーヒー豆である果実、種子の画像を。通常は二粒の打ち方方の種子が大きくなり、一方は耐火して非常になる枝の先端につく身とされているが、実際は枝のどの部分にもできる。一粒の丸い種子がつくものはピーベリーと呼ばれ、同じ木には5%以下しかできない。通常のものと比べると焙煎後の味が微妙に異なる。 樹高は9から12メートルに達するが、厳しい剪定に耐えることから、農園では、実の採取に適した3から3.5メートル程度で、管理される。本格的な栽培は17世紀以降で、栽培種の原産地は、アフリカ大陸中部で、エチオピアのアビシニア高原や今後、西アフリカが知られている。生育には、熱帯地方のサバナ気候や熱帯モンスーン気候の、 ような雨季と寒季、または熱帯雨林気候の山岳地帯など、昼夜で寒暖差が大きい気候が適し、タウも好む。一方、冬霜など強い寒さには弱い。土壌は有機質に富む肥沃度、火山性土壌を好み、火山帯や高地が適し、特にブラジルのテラロー社は最適とされる。コーヒーの貴族には4亜族66種が含まれ、 10種ほどの栽培種はユーコフア族24種の一部となっている。ア族はさらに5つの節に分けられている。一方、新しい APG 植物分類体系ではニア族103種が含まれ、栽培種はコフィア,ア族95種に含まれている。さらに遺伝子系統解析により5から6のクレード系統に分けられている。 アラビカ種は、エチオピア原産で、最初に広まったイエメンにちなみアラビカの名がある。コーヒーの貴族中、唯一染色体数が44、核層が 2n イコール44、他の種は 2n イコール22の倍数体で、また自家不和合成もないなどの特徴を持つ。200以上の品種があり、さらに後輩による、新品種の育種も行われている。 最近の染色体 DNA と葉緑体 DNA の系統解析により、有限においでス種の花とカネフォーラ種の花粉との自然交配による交雑種がさらに倍数化して生じた服に媒体を起源とすることが明らかとなった。また、他種から孤立した分布は氷河期の影響と考えられている。高品質で収量も比較的高く、 世界のコーヒー生産において7から8割を締め主流となっている。主な栽培地は中南米とアフリカの一部で高級品として取引される産地が多い。ただし高温多湿の環境には適応せず、障害に弱く乾燥にも弱い。レギュラーコーヒー用。ロブスタ種は今後原産のカネフォーラダネの変種で、染色体数は22、1895年に、 発見され、狂人を意味するロバストから命名された、チーロブスタエルリンデンというシノニムを持つ。ベルギーで研究された結果、当時流行していたサビ病に強い性質を受けて、ジャワ島で売され、広まった。品種はあるが特に区別されない。病虫害に強く、高温多湿の気候にも適応する上成長が、早く高収量で、生産量の2から3割を占める。主な栽培地は、 東南アジアとアフリカの一部で、特に生産量2位のベトナムで栽培が伸びている。主に、インスタントコーヒー用、あるいは廉価なレギュラーコーヒーの増量用として、用いられる。カフェインやクロロゲン三類の顔料が高く、焦げた麦のような香味で苦味と渋みが強く、酸味がない。旧植民地と創始国の関係からヨーロッパ、特にフランスでの消費が多い。フレンチロースト、 イタリアンローストなど深入りして、ミルクを合わせる飲み方が普及した背景とみられる。リベリカ種は西アフリカ原産で、染色体数は22ログスタ種と同様に個々の栽培種が区別されることは少ない。1876年にリベリアでヨーロッパ人によって発見されたが、当時からアフリカ西岸各地で栽培されていた。かつてはアラビカ種、 ログスタ種と合わせて、コーヒーの三原種と呼ばれていたが、現在では、全生産量の1%未満に過ぎない。高温多湿の気候に適応するが、サビ病に弱く、交配しやすいので品種の固定が難しく、かつ大木となるため豆の採取が多種よりも困難である。品質もアラビカ種に及ばないとされる。西アフリカの一部で栽培、国内消費されている。 栽培地ごとに移入された年代や経路が異なることと栽培の過程で変異種の発見と品種改良が行われた結果として栽培のための品種、栽培品種が数多く存在している。品種改良は特にアラビカ種で進んでおりブラジルとコロンビアで盛んに行われている。アラビカ種が世界シェアの70%を占めロブスタ種はアジアで多く栽培されている。 従来は、ティッピカとブルボンがアラビカ種の二大品種と呼ばれ、それぞれコロンビアとブラジルで主力品種であった。しかし、この二品種は、収量があまり多くなく、病害中にも弱いため、品種改良によってより収量が多く、病虫害に強い品種の栽培が盛んになり、コロンビアではカトゥーラとバリエダコロンビアが、ブラジルではカトゥーラ、カトゥアイ、 ムンド農母などが主力となった。ところが、より風味の優れるコーヒーを求める消費者の要求により、近年では低収量でも風味に優れるティピカ、ブルボンの栽培が盛り返してきている。特にコロンビアでは、ロブスタ種との交配種である、バリエダコロンビアを主な栽培品種にした結果、産地としてのコロンビアの評価が大きく低下してしまったため、ティピカへの切り替えが進められている。 中南米地区の国でも高級品として、これらの品種の栽培が増えてきている。全体としての生産量がアラビカより少ないことや、アラビカ種とは異なり自家受粉では身をつけないのため、自家不和合性、遺伝的背景がバラバラであることから、個々の栽培種が区別されることは少ない。ロブスタ種に属する品種には、以下のようなものがある。アラビカ種の品質の高さを維持したまま、 その弱点である収量の低さや、病中外抵抗性の低さを克服させるため、アラビカ種とロブスタ種の交雑種の作成が行われている。ただしアラビカ種とロブスタ種は、染色体数が異なり、単純に交配させても結実しないため、ロブスタ種が自然に変異した4倍体、あるいは人工的に4倍体化したものとの間で、交配が行われる。 交雑種由来の品種には以下のようなものがある。コーヒーの木は13世紀頃からイスラム圏全域に広まり、16世紀末にはインドにも伝わっている。しかし大規模な農業生産は1700年にオランダ東インド会社がジャワ島で行ったのが最初とされ、主要生産国の大規模コーヒー農園を中心に全世界で1000万ヘクタールの土地で150億本の コーヒーの木が栽培されているとが遺産され、主要産地は北緯25何25度までの熱帯とは熱帯に集中し、コーヒーベルトと呼ばれる。ただし、この範囲内ならどこでも栽培可能というわけではなく、気候や地質の面から商業生産に適した土地はある程度限られている。国内消費も含めると70カ国ほどで栽培され、 最大の生産国であるブラジルの栽培面積は2000年頃には240万ヘクタールあったが、近年バイオエタノール生産のための砂糖キビ畑に押され、やや減少傾向とされる。一方で、生産量の伸びが著しいベトナムでは急拡大し、2008年には52万ヘクタールを超えている。日本でも小笠原諸島や沖縄で、明治時代から生産が試みられたものの、 大規模生産には、こうしていないが、現在も小規模ながら生産、販売が行われている。収量を上げるためには、水や肥料を十分与える必要があり、目安として1ヘクタールあたり熟した実で16トン、あるいは1エーカーあたり1万5000ポンドが、理想とされる。また、アラビカ種の場合には、シェードツリーと呼ばれる植物を同時に植えて、その木陰で栽培されることが多い。 木は葉種、または、挿し木で増やされ、3年ほどでコーヒー豆の収穫が可能となり50年以上収穫できるが、やがて収量が落ちるため20年目をめどに植え替えされる。コーヒーの果実は開花してから熟するまでに、約9ヶ月を要する。熟した果実は10日間程度の短期間で収穫され、そのまま生豆、生豆、木豆、 生のコーヒー豆のことを取り出すコーヒー豆のせいと、呼ばれる加工作業が農園内で行われることが多い。収穫には主に二通りの方法が用いられている。コーヒーの木の栽培を困難にする要因には、ハリケーン、サビ病、コーヒーの実菊い虫などがある。コーヒーの木は、常緑で、また赤い実を長期間にわたって結実させることから、その外観の美しさのために、 観葉植物として、室内で栽培されることがある。商用栽培の場合と同様に3から5年で開花、及び結実が可能となる。観葉植物を扱っている店では、比較的広く販売されているため入手も容易であり、観葉植物としては栽培も優しい部類だと言われている。アラビカ種が観葉植物として流通している。通常、鉢植えにして栽培する。 夏場は日光によって葉が褐色に日焼けする場合があるため直射日光を遮って育てる。冬場は日本の屋外気温では越冬できないため室内で育てる。また冬場に大量の水を与えすぎると根腐れの原因になるので表面の土が乾いてから少量を与える。根が張りやすく根詰まりを起こしやすいため毎年後から7月に大きめの鉢に植え替えるか。 余分な根を切り除いてから植え替えることが望ましい。上手に育てれば、栽培開始から3から5年程度で、開花結実するようになる。開花時期は種によっても異なるが、開花している期間は1日程度と極めて短い。その後、結実してから、実が熟するまでには半年から9ヶ月ほどの時間を要するため、長期間にわたって赤い果実の干渉を楽しむことができる。 収穫した実から種子を取り出して焙煎し、コーヒーとして引用することも可能である。ただしコーヒー豆の乾燥や焙煎には、ある程度の熟練を要する。株分けを行うには箸と刺し木の二つの方法がある。夏の直射日光、冬の低温、寝腐れ、寝詰まりに注意する必要がある。またその他貝殻虫などの虫害が発生することも、 コーヒー生産国の養蜂家が、コーヒーの木だけから集めた蜂蜜を作って販売している。黒褐色で、独特の風味を持っており、コーヒーとの相性が良く、コーヒーの持ち味を殺さないと言って珍重されている。生産量は多くはないものの、日本国内でも蜂蜜を専門に扱う店で入手が可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。